かな。はい、どうもクイズノック編集長の伊沢です。ライターのこうちゃんです。ナイスガイのスガイです。東大生なら45秒で何ができる。踊るやつでしょ。そう、 YouTube 上だと踊ってみたとかが人気の曲だよね。はい、45秒にちなみまして、東大生の能力なら45秒でどこまでできるのかというのをいろいろと検証していこうと思います。はい、いろいろやっていきましょう。いろいろやっていくんだね。はい、ファイヤー。最初の検証は算数ドリルです。イエーイ。もうこんなものは一頃よ。今回右開き1ページ1分やってもらいます、うん、はい、書いてある目安時間が20分というページを持ってきました。嘘でしょ。問題全部で20問掲載されております。1問5点で何点取れるかっていうところです、ね、はい、はい、できるだろこれ。まあ、小学6年生用ですから。それじゃあ、はい、参ります。ヘッダンヘッダン、よーい、スタート。スライムした。くっそ、マジでできると思ってた。採点が終わりました。はい、ある程度埋めてますね。全部埋まんなかったよ。全部埋まんなかったんだよ。100点以外意味なし。まずはこうちゃん。はい、70点。おお女伊沢さん85点。おお、すげえすげえ。いやでも悔しいですよ、これ満点以外意味ないですから。菅井さん65点。全然できないじゃん。おいおいおい、どうしたどうしたどうした。どうした？30秒やればできたよ。まさかの理系の菅井さんが一番成績悪いという結果になりました。この算数ドリルは合格点80点というのが、最悪。じゃあ俺できたじゃん。検証結果は45秒で算数ドリルは終わりません。終わらなかったみたいな。終わらなかった。合格はできる。合格はできる。合格はできる。続いての検証は45秒でルービックキューブ一面揃うのか。20秒だから。それあれやったじゃん。はい、それじゃないです。こっちです。あーやだもう、うん、うわー無理だ。こっちじゃんか、やられた。一面一面そっちだから。一面でいいです。はい、一面ステーション。一面ステーションでいいです。いや俺さ、一段ルービックキューブの動画公開したから、俺結構練習してさ、あっちできるようになったんだよ。一段の方な。そう。俺はできないです。これ結構ほんと違うから。絶対揃えよう。見てくださいよ。何を揃えます？赤。赤を揃える。はい、なんで僕、戦隊ヒーロー。あ、ダメだこれ。なんでダメってなるの。早っ。それでは、校長のチャレンジいきましょう。はい、よーい、スタート。で、こうしてこうして、はいはいはい、わかった。はいはいはい、よしよしよし。終わり終わり終了。その顔は何。はい、では見ててください。まあ、5個まで行って。全然できてないじゃん。まあ、1の状態から5まで行ったわけだ、45秒で。ってことはさ、5の状態から9に持ってくにはさ、90秒あればできる。そんなこと。だんだんムズくなってくからね。ちなみに僕、こうちゃんの初期配置見てたけど、赤最初3だったよ。そうそう。なんならこっちの方が揃ってる風まであるよ。ほんとだ。なんかめっちゃ揃ってる風じゃん。なんか何ができそうだよね。ほんとだ。こうちゃん、失敗。まあでも、この衣装受け継いで伊沢さんが揃えてくれると思うので。一回バラす。いやいや、受け継がない、受け継がない。はい、それでは、何色選びますか。ちょっと待ってね。いい色ですね。白白白。よーい、スタート。あ、バラシ。あれ、終わったかな。じゃあ見ててください。一番揃ってる面で。減ってんじゃん、最初の状態から。いやいや、それはね、そうなんですよ。でもさ、たまたまこうなってるから揃ってるように見えるけど、こうしたら全然揃ってないですよ。何を言ってんの、何を言ってんの、この人。だから、いろいろなさ、宇宙の異層面があるけど、たまたまこういう異層に揃ってるだけであって。
何を言ってんのの顔見た、何を言ってんのこの人って言ってる時の福楽の顔見た、今みんな見た、本当に何言ってんのか分かんない顔だったのツッコミの顔とかじゃないですか本当に疑問の顔、本当に何言ってんのか分かんない人の顔初めて見たわ俺。はいはい、いきます、いける。色は青でいきます。はい、はい、それでいきます。よーいスタート。辛かったあの時の練習を思い出してくれ。あの忘れもしない8月17日灼熱のグラウンドで俺たちが何を追いかけていたのかというのをもう一度考えてほしい。その時ミスった、どっか変なとこ行った、キューブを回し続けた手がもう何もつかめないような、足もつかめないよというぐらいに疲れていた、あの時の夏の日の練習が今の君の糧になっているんだ。あ、逆だ。俺のこの発言がなかったらいけたかもしれないという若干の後悔を。いけたー、すごいすごい、ということでクリアー。イエーイ、これはすごい。ちょっと完全一面にならなかったのが心残りです。すごい、普通にすごいじゃん。結構時間ギリギリでした最後。本当に、いや、そうそう、ギリギリだなと思って、なんかこんなに綺麗にできるんだったら俺何も喋んないよかった。俺の音声だけ全部ミュートしておく。伊沢さん勝ち誇ってます。これその回答の菅井さんですが、検証結果、東大生なら45秒でルビックキューブ1面揃えるイエーイ、めでてぇ、すごい、もうこれは普通にすごい感動した。それでは最後の検証です。はい、よっ、東大生なら45秒で45秒の振り付け覚えられるのか。あー無理だ、あー無理。45秒の動画を45秒間流しますので、はい、その間勉強してもらって、はい、振り付けは果たしてどこまで覚えているのか、じゃあやっていきましょう。上、はい、それでは、はい、1回だけ45秒だけ動画流しますので、はい、それで覚えてください。まばたき分のロスタイムあります？ないです、はい、で、まあこれ、あの本家の動画だと2人1組のダンスなんですけど、まあ今回1人1人の振り付けをしてください、はい、ということで、こちら動画本家のさんのじゃなくてゆきりぬさんの振り付けでございます、うん、じゃあいきます、暗記タイムです、スタート。最初にやめない。ああ、無理だ。あ、これむずいな。あ、これ。あ、無理だ。ああ。逆だな。たまらないね。ここだ。これどうだね。あ、もうやめた。なんか、ここがいいかも。なんか、回ってこう。はい、ああ、よしよし。あ、できた、できた、できた。できた、できた。いける、いける、いける、いける。さあ、覚えられたでしょうか。相手にしているから、こっちでこうなんだな。そうです。整理タイム。こうか。時計の動きですから。45秒の時計、秒針。東大生、45秒で45秒覚えられるのか検証。いきます。はい。よーい、スタート。全然バラバラ、みんなバラバラすぎる。あれ、違うだろ。おい、終了。くそー、それ映画の後どういうんだっけな。80点ぐらいだな。そうだな、ないない、これ入れてる時点でない、絶対ギリ提出できるドリルぐらいだね。いや、俺80点ぐらいだよ。なんか須貝さんできてそうな雰囲気した。そうそうそう、でも俺基本もうだって俺最初最後これで終わってたからね。これで終わってたやつ。俺それ見てこれで終わった。検証結果、東大生が本気で45秒振り付けを覚えると、まあ70点ぐらいの気がします。イエーイ、算数よりできてる。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。算数よりできてる。
そうだ。本当だ。おかしい。やっぱ本業がアイドルのおかげだよね。一緒にこうやって踊ってるもん。これ後でちゃんと全部覚えてやりたいですね。取り直します。正直正直俺の方がこの人よりできてた。こうちゃんはねほとんどできなかった。俺なんか。あれ俺できてるって錯覚するぐらいにはこの人できてない。いやこうちゃんはリアルに採点して10点ぐらいはい、ということでね、いつも通り45回分のチャンネル登録、45回分の高評価、質問コメント、サブチャンネル、ツイッターのフォロー、45個のコメントをよろしくお願いします。さよなら。